じゃじゃん。はい、ということでですね、今映っているのが僕が飼育しているハルマヘラパイソンの姫ちゃんです。ちょっとね、ガッチガチにトグロを巻いちゃってますね。姫ちゃん、姫ちゃん今日はね、ちょっとこの床材をね交換したいので、あとね、こういった石とかをねちょっと洗いたいので、一旦ねこの子をどかす、ついでにね体重の方をね測ってみようかなと思います。全然顔が見えないけど、じゃあね早速この子をねケースの中から出していきましょう。めちゃめちゃがっちり捕まってますね。姫ちゃんちょっと来て。姫ちゃん。いやもう姫さあ、いくちゃん。パイソン姫ちゃんです。石付き、あ、ごめん、めちゃくちゃ可愛いんだ。どうでしょうか、姫ちゃんです。超かっこいいよね。ごめん、すげえ狙われてる。超戦闘モードです。今ね手出すとやられちゃいますね。これめちゃめちゃブチ切れております。でもね、姫ちゃんちょっと掃除したいのよ。掃除したいからいいかな。はい、ちょっとねおそらく素手やとやられてしまうので革手用意しました。いいですか。はい、出て出て、アタックしないで。いいですか。ダメダメですか。ちょっとどいてもらえませんか超かっこよくないですか。はい、ちょっとね掃除したいんだけども、やべ超かっこいい、すごい SG、 めちゃめちゃ SG だね。
はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。はい、ごめんなさい。あ、いてててごめんよ。ちょっとだけだからさ。はい、すいません。ちょっといいですかね。ダメですか。いいですかね。床材交換したいんですよ。はい。はい、すいません。はい、ごめんなさい。ダメ？いいですか？ちょっとだけいいですかね？はい、ということでね、何度か出てもらったんですけども、超攻撃的、ごめんよ、ごめんね、ピンと回らないね。じゃあね、ちょっとね、体重をね測っていきたいので、おい、ちょ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 、とりあえずね、ケースの中に入ってもらえませんかね。でも優しいね、ちょっと手加減してくれてる感じがする。ほら、ちょっと口歪んじゃったけど、そんなね、思いっきりガブって感じじゃないですね。はい、一旦このケースに入ってもらえませんかね。はい、ということで、なんとかね、このケースの中に入れることができました。姫ちゃんね、今日ちょっと気が立ってるね。やっぱりね、最近地震がねめちゃくちゃ多くて騒がしかったせいかな、姫ちゃんかなり気が立っております。いや、めちゃめちゃかっこいいね。かっこいいし、かわいいし、アルマヘラパイソン最高ですね。じゃあね、早速体重の方をね測っていきたいなと思います。よし、といってもね、もうケースに入っちゃっているので、一旦この状態でゼロにして、でこのまま体重測って、じゃじゃん、 3900g ですね。 3.9kg、 今このケース込みで 3.9kg ですね。ここからね、姫ちゃんを、まあ、今このケージ内を掃除して、姫ちゃんを戻して、でこのケースだけを測って、でここからそのケース分引けば姫ちゃんのね体重が分かると思うので、一旦ねケージを掃除していきます。はい、ということで、ケージ内をね、きれいにすることができたので、こちらの中に、姫ちゃんを戻していきたいなと思います。じゃじゃん、姫ちゃんです。さあ、姫ちゃんには戻ってもらいましょう。はい、ごめんよ。はい、戻ってくれる？はい。はい、戻ってね。あれ、来るよ。さあ、めちゃめちゃ狙ってる。さあ、ゆっくりね。はい、きれいにしたからね。どうですか。おお、来た、びっくりびっくり。
ピントが合ってない。ピントが合ってないね。めっちゃ見てない？よし、ピント合わせた。姫ちゃん、ブチギレですね。ブチギレなんですけども。ちょっと戻ってもろっていいですかね。綺麗にしたよ。あの、扉閉めたいんですけど、いいですかね。めちゃめちゃ首を S 字にしてらっしゃいますけど、いいね、この辺とかいい太さあるね。あ、来た。ごめんって、ごめんなさいね。ちょっとそっちの方行ってくれないかな。痛いよ。痛くはないけど。ちょっとね、その扉はめたいんだ。扉をはめたいからさ、もうちょっと、もうちょっとそっち側行ってくれないかな。ちょっとごめんよ。ちょっとごめんね。はい、ちょっとごめんね。いや、いいのよ。顔来なくていいのよ。そう、ここをね、ここをはめたいのよ。これをね、いいっていいっていいっていいのよ、あなた。はい、いていて、はい、ごめんなさい。はいはいはい、わかりました。はい、すいません。はい、ごめんね。はい、OK。 はい、OK よ。ということでね、こんな感じでなんとか。はいはいはい、めっちゃ暴れてる。めっちゃブチギレてる。超ブチギレてますね。まあこれなんとかね、ケージ内をきれいにすることができました。え、めっちゃ切れてるね。ごめんね、姫ちゃん。まあこれでね、まあ、ケージもきれいにできたので、まあよかったかなね。姫ちゃんごめんね。めっちゃブチギレてるね。めっちゃ見てる。はい、ということでですね、今回の動画はこの辺にしとこうかなと思います。鼻もごもごさせてたね。はい、それではね、もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ということで、ケースをね、空にしたので、こちらの重さを測りたいなと思います。よいしょ、6。はい、ということで、レプボのね、このケースの重さが、1664g ということで、先ほどの 3900g からこの 1664g 引いて 2236g かな、 2236g ですよね、合ってますかね、ということになりますので、姫ちゃんの体重はね、だいたい 2.2 キロあることになりますね。なかなか大きいですね。まだまだね、大きくなってくれるんじゃないかなと思いますので、成長が楽しみですね。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。